私が実際ね、お化け株を見つけるために、まあ、参考にしている指標が、まあ、ビジョンを掲げている会社ですね。具体的な指標としては、まあ、中計って書いてあるんですけど、中期経営計画ですね。これを提示している会社、経営計画、具体的には3年とか5年ですね。中には、まあ、10年スパン。スーパーに買い出し行こう。よこいしょ。8! 20-497-005 まで。はい、ちゃんと、ほら、シートベルトして。はい、このボケ失敗。可愛くてお気に入りの店員さんがいるコンビニに行くためだけに遠回りして、結果時間に追われて、時間を時計を見ながらイライラしているとき、俺は一体何をしているんだろうって反省します。別にその店員さんとどうにかなりたいと思っていないくせに、ただ可愛い笑顔を見たいだけで他のコンビニに目もくれず、対して欲しい嘘つけよ。どうにかなりたいと思っとるやろ。それはそこのコンビニに行く価値があるのかってふと思うことがあるんですよね。人生に意味はないんだよ。丸めたティッシュをゴミ箱に投げて、入らないとまたティッシュを持って元のところに戻り、また投げて、それを入るまでやるんですが、あれ何なんですか？わかる。ゴミ箱に投げるっていうのは、水野さんやります？やりません。スーパー行く前にセリア行きます。この時代に現金オンリーですか、セリアさん。こんな時代に現金オンリーとは、セリアさん。はい、ただいま。暑い。けど離れないのさ。ダーティーグランパ。めっちゃ強いじゃん。ありゃ。ダメダメ。ダーティーグランパでした。早すぎた、飯食うの。4時50分は早すぎる。そんなとこある？どこか。ポメズキャンパス。そんなとこある？コッペパンやろ。あ、それか。
何それ、そんなとこある。ちょっとテレビ消して。今ご飯を食べたんですけど、何時？4時56分です。明日は、開幕戦があります。メンバー入らなかったんですけど、切り替えて次に備えます。明日ね、まあ、チームがね、もういい結果で終わるように祈るだけで、自分はもう規則正しく生活するだけですね。もうサッカー選手はとにかく規則正しく生活、それしかできない。もうあとはサッカーするだけ。空き時間いろんなトレーニングとかいろいろやってる選手もたくさんいます。僕もいいと思えばいろいろ取り入れようと思ってます。ちょっと三日坊主なので、こうやってムービーを撮っているとなんかできそうな気がしてきました。いいかわかんないけど、なんかやれることはやって、でまあ規則正しく、とにかく扁桃腺に気をつけて、21時半には就寝しようと思っています。それまでの時間を、逆算すると、あと何時間？ 5時？ん？ 4.5、 4時間半あるので、この4時間半をいかに有効に使うかっていうのを考えながら、そして取れ高もしっかり考えながら生活したいと思います。誰かに電話しようかな、暇だから誰かに電話しようか。午前中トレーニング後に筋トレもやっちゃったので、誰かに電話しようか。鍋やるか。鍋、サッカー選手この時間何してんの？独身の選手。まああれか、独身だったら、独身だったらまああれか、まあ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 、まあ、まあとりあえず誰か電話するか。鍋来よ来よ、今日明日頑張ってな、頼むで。森さんファイティン。森さん勉強やな、もう何もない日はここで常に勉強、高める自分を。とにかくサッカー選手にも限らず、生きていけるように自分の力で生きていけるように、とにかく勉強やね。と一緒にできる、知ってる人はデュアルキャリアの人はすごいな。会ってみたい、会って話して、人見知り発動して2回ぐらいで、これ勉強ってなったらお金のことばっかり調べちゃうねんけど、もうちょいなんかこう俺に向いてることってなんかないんかな。お、田中圭太さん、アスリート飯見ようか。ん？いきなりステーキ、20億借金した本当の理由。 IMF による株価暴落の警告はエリートたちの限界の現れか。ニューノーマル相場。ちょっとこれ、相場の今が、日本ではマザーズ、こちらの方に銘柄が多いという今日は気にならない方がいいと、いいかなというふうに思いますね。めっちゃ雨降ってきた、悪材料が出るたびに一旦下がるんです。めっちゃ雨降ってきた、銘柄出してきましたんで、これも面白い。本当に西の今注目、こういったね、いわゆる新興市場が金が700円下げた時もかかるんですね。それはその通り事実なんですね。いうことは株価が下がって当たり前ということがですね、コロナ後っていうのは株式が今までよりは割高に買われると、まあもうかなりは。もう寝るよ、おやすみ。あんまり大きな声出すと
人に迷惑だから。おやすみ。ノブおやすみ。ノブの奥さんもおやすみ。